毎日ブログ生活1148日目、オリンピックの熱い戦いを見ていると何にでも挑戦したくなりますよね。アスファルトとゴムの車止めについて4つの商品でチャレンジしてみました。美味しい料理を食べるときは料理がはっきりと見えるようにメガネが必要だ。久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。エースボンドの総合理念、人と人をくっつけて夢を叶える。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は車止め接着剤をチャレンジした4選。冬季北京オリンピックが終わりました。いろいろとありましたが、競技そのものからはたくさんの感動をいただきました。カーリング女子もオリンピック初めての決勝の舞台で堂々と戦っていました。惜しくも銀メダルに終わりましたが、優勝したイギリスの選手からは、日本のメンバーはすごく大好き、一緒に戦っていてすごく楽しいし、彼女たちの表情が笑顔でカーリングというスポーツにとっても素晴らしいことと語っている。オリンピックの存在意義まで考える内容でした。選手たちはルールの中で一生懸命に戦っている。その集大成の場となるべきだと思う。接着剤もいろんなところで戦っている。だいぶ前からの相談で、駐車場の車止めが剥がれたのでくっつけてほしいと言われていました。半年ほど前からの相談で、半年かかっていろんな接着剤でつけてみました。アスファルトとゴムの車止めの接着剤、通常はアスファルトとコンクリートの車止めが多いのですが、今回はゴム。このゴムが厄介。一度どこかの業者が取り付けて剥がれたようで、接着剤がたっぷりとついていた。1番目は1液型変遷シリコン系接着剤、セメダイン PM165RX330ml。 これは思ったより接着剤が柔らかく、アスファルトとゴムの間がデコボコしていて隙間が多かったので、ちょっと絡み具合が弱い感じでした。しかし以前にくっつけている接着剤がこびりついて固かった。2番目は1液型変性シリコンエポキシ系接着剤、コニシボンド多用途屋外用車止めに 125ml。 これは腰があってよかったのだが、チューブタイプで押し出しが非常に固かった。かなりの力が必要で、末慎でも1本出すのがやっとだった。この商品のカートリッジタイプがあったら最高だと思う。3番目は2液型弾力性エポキシ変性シリコン樹脂系接着剤、コニシボンド MOS8200g。 何にでもよくつく弾力性のあるエポキシ変性シリコンである。ただし混ぜ合わせの手間もかかるし、少し粘度が柔らすぎたのではみ出してしまいました。ごめんなさい。隙間があるので柔らかすぎる接着剤は向かないかな。でもしっかりとくっついていました。最後の4番目は1液型変性シリコンエポクシ樹脂系接着剤、コニシボンドエフレックス 333ml。 今回の接着剤の中で一番弾力性が良く、腰があり施工もしやすくて密着も良かった商品です。腰があるのではみ出しも少なく、収まり具合が良かったです。4つの商品の中ではエフレックスが今回の施工には一番適していました。いろんな駐車場の具合や車止めの形や素材があるので、今回の施工でいろんな接着剤の特徴と最適な状態が分かりました。どれもくっつきはしましたが、場所と状況に応じて最適な接着剤を紹介します。作業風景も含めて施工の動画はこちら。今日の一品です。美味しいホルモンの味噌煮込みを見つけました。大きくて柔らかくてプリップリ。なんでご飯が2膳あるの？もつ焼き横丁。ダイエットは明日からにします。ではまた。末慎でした。